はいどうも、秘密結社ヘガム総むそうすでございます。今回は、ま、一口話の話題ですね。まあ、僕の出芝ですね。ここくれたブ、えー、っと、あぶクマステックス、惜しかったね、3着でした。まあ、一番人気にもされてね、距離延長自体もそつなく問題なくこなしてくれたんだけれども、大外枠引いちゃったのがね、ちょっと流れ的に、 うちでね、不利なく進めた1番2番の馬番の馬がワンツー。そう考えるとね、外から進めて、それ以外の馬は差し切ったわけだから、まあ、枠順の有利不利がなければ分からなかったというだけのレースにはなったんじゃないでしょうか。まあ、そういう意味ではね、まあ、例えばマイルから2000、もしくはその前後までの距離っていうことで言えば、まあ、2勝クラスまではね、 適正とかそういうのを考えなきゃ勝ち上がれないような馬だったら次行って苦労するよみたいな感じでね雑に勝ち上がれたんですけれどもまあ準オープンでねまあ得意な条件使ってみてまあとてちょっと不利があったら覆しきれなかった不利というかねあの有利な条件の馬に対してそれを覆すほどの力差は見せつけられなかったというところでまあ準オープンはちゃんとやっていけば勝ち上がれるかなオープン入りはできる。 とは思います。ただ、ただね、オープン入りは間近で、あとはどこで勝てるか。まあ、中山の芝2000あたりが適距離なのかなっていうことで、番組表をまだ見てないんだけれども、まあ、個人的に行きやすいっちゃ行きやすいところで言うと、9月の中山あたりでね、勝ち上がってくれると一番都合がいいかな。 っていう感じですかね。それだったら口取り行きたいななんていうふうにね、そんなふうに思ってます。以上、頑張ってもらいたいと思います。はっちでした。